ぬか漬け。ぬか漬けとは、米ぬかを使った漬物のこと。乳酸菌発酵させて作ったぬか床の中に、野菜などを漬け込んで作るぬか味噌漬け、どぶ漬け、どぼ漬けとも呼ばれるものと、大根を漬けたたくあんや、ぬかにしん、ぬかさんまのように材料に塩とぬかをまぶして漬けたものの、双方を呼ぶ。ぬか床で作るぬか漬けでは、一般にきゅうり、なす、 大根といった水分が多い野菜を漬け込むことが多い。この他にも、肉、魚、ゆで卵、こんにゃくなど多様な食材が利用される。あまり使っていないものは、浅漬け、かずよ漬けと呼ばれ、長く使ったものは、古漬け、ひね漬けなどと呼ばれる。平常系後から出土した木管に記された、鈴堀という漬物は、薄でひいた穀類や大豆を塩と混ぜて、床にした。 現存はしないが、ぬか漬けの原型と推測されている。現在の形のぬか漬けができたのは、江戸時代初期と言われている。鈴掘りの穀類、大豆の代わりに、精米の際に出る米ぬかを使ったのがぬか漬けである。ぬかに含まれる豊富な栄養を除いた白米に、変調した食事は活稽をもたらし、江戸あずらいと呼ばれた。当時は、現代のような栄養学の知識はなかったが、 漬け込みの過程で、ぬかのビタミン B1 が野菜に、吸されるため、ぬか漬けを復食とすることである程度、活気を防ぐ効果があったと考えられている。伝統製法による方法では、まずぬか床を作る。適量のぬか、行ってから使う場合もあるに一度煮沸してから冷やした、濃度8%程度の食塩を加える。水の量は、ぬか床が味噌よりも柔らかになるぐらいである。 一中夜程度の短期間で仕上がる、即上製法では一例として、ぬかの70%程度の麹と7%の食塩を添加し、水分量を50%に調整する。塩の働きは、浸透圧による脱水作用で野菜などの食材中にある水分を細胞外に出す。また、pH を下げて、菌をコントロールする作用もある。塩の濃度により、 漬物を美味しくする、乳酸菌など有用菌の働きを活発にし、同時に腐敗菌を抑える効果もある。野菜などを漬ける前に塩で揉むと、色素が安定して、色が引き立ち、脱水作用により、水分が抜けた食材の細胞の中に入り込んで、食材に味をつける。漬物に辛みをつけるとともに、防腐作用もある唐辛子、旨味が出る昆布とともに、壺やガラス容器等に詰め、 表面を平らにならして、ぬか床の準備ができる。これに、野菜くずを一週間ほど毎日取り替えて漬けると、野菜についていた乳酸菌等が繁殖し、ぬか床は一応完成する。しかし、この段階では、ぬか床は熟成していないため、漬物の風味は少ない。野菜を漬け込み毎日手入れすることで発酵が進み、風味が増してゆく。夏場なら2ヶ月。 冬場なら4ヶ月ほどで美味しい漬物ができるぬか床が完成する。現代では大型食料品店などで熟成済みのぬか床が容器ごと売られており、これを購入すれば手間がかからない。また、熟成したぬか床を少量分けてもらって自家のぬか床に混ぜて菌を繁殖させる床分により短期間で熟成したぬか床を作ることもできる。風味付けに 果物の皮をつける人もいる。うま味を昆布で出し、風味付けにゆずなど柑橘類の花碑や唐辛子、山椒などを利用することもある。ぬか床は気温摂氏20度以上でないと発酵が進まない。冬場はできるだけ暖かな場所で保存すると良い。完成したぬか床によく洗って塩で揉んだ野菜をつけると、ぬか漬けの完成である。漬け込む時間は、 野菜の大きさや季節によっても変わるが、丸のままのきゅうりなら、半日ほどで漬け上がる。あまり使っていなければ、醤油を垂らして食べ、漬かりすぎている場合は細かく刻んで、軽く絞り、お茶漬けやチャーハンの具にしても良い。普通は洗ってから切って食べるが、洗わずに、ぬか味噌のついたまま食べる場合もある。ぬか漬けができるメカニズムには発酵と浸透がある。 漬け込むことでぬかに含まれる豊富な栄養が材料に浸透し、乳酸菌や酵母による発酵で甘みと香りが増す。ぬかと塩と水で作られるぬか床に野菜を日々、出し入れすることにより独特の風味が形成される。ぬか床が作られた当初は、土壌由来の大腸菌が80%を占めるが、1ヶ月後には、大腸菌は姿を消し、乳酸菌が卓越するようになる。 乳酸菌が生成する乳酸と添加している。食塩により、腐敗菌は抑制される。2ヶ月後には、野菜由来の酵母が出現し始め、ほぼ同時に、ぬか床が独特の香りを持つようになる。ぬか床の脂質と、野菜、乳酸菌と酵母の働きで、ぬか漬けの独特の香味が作られていると考えられている。塩分が、植物の細胞を破壊して、柔らかくし、 脱水作用により、水分が抜けた食材の細胞の中に入り込んで、食材に味をつける。ぬか床は、腐敗やカビを防ぐため、毎日そこからかき混ぜて、空気に触れていた部分を奥へと混ぜ込む必要がある。温度の高い夏には、1日2度かき混ぜないといけない場合もある。かき混ぜ終わったら平らにならして、容器の縁についたぬかを拭き、蓋を軽く置いておく。また、 野菜をつけていると、野菜から出た水分によりぬか床が水っぽくなり、腐敗しやすくなる。一週間に一回程度はくぼみを作って、付近で吸い取るか、新たにぬかと塩を加えて、硬さを元に戻しておく。きちんと手入れされたぬか床は不快ではないが、若干独特の発酵臭がするため、冷暗所で換気の良いところに置いた方が良い。旅行などでどうしても長期間手入れができない時には、 表面に塩を多めに振って冷蔵庫に入れておくと、しばらくは腐敗が防げる。発酵が進みすぎて、ぬか漬けが酸っぱくなった時は、鶏卵の殻を砕いて入れるか、専用の殻しを入れる。ナスの皮の色をきれいに出したい時は、鉄釘か専用の鉄製器具が売られているのでそれを入れおく。鉄釘を入れる場合、先端が尖ったまま入れてしまうとかき混ぜる時に、負傷する恐れがあるので、 手を傷つけない程度に丸めておく必要がある。強い刺激臭、セメダイン臭とか、シンナー臭とも形容されるがする場合は、塩水を入れてよくかき混ぜると良い。現代では、菌がついたぬか床を販売している会社も多い。冷蔵庫での保管を進めるなどすることで、かき混ぜを毎日する必要がないと謳う商品もある。ぬか床を預かり、希望があれば、手入れを代行する店もある。 ナスの紫色はナスニンというアントシアン系式素の一種で、古くにや明板を入れておくと、鉄イオンやアルミニウムイオンがナスニンの分子と結びついて、青紫色の化合物を作り、より鮮やかになることが知られている。ただし、明板は入れすぎると味を悪くする。細菌層、微生物層は、主に乳酸菌のラクトボシラス属で構成され、 つけ込む食材と時間経過によって大きく変化する。発酵初期には、環境由来の発酵とは、無関係な環境菌群が多いが、次第に塩分の多い環境に適応した、パデやコカスペントサーチアスといった、高塩乳酸球菌が存在し、発酵が進むと、エルプラントラム、エルブレビス等の乳酸換気に金が変化する。熟成した付け床では、高気性球菌や酵母が、 乳酸球菌よりも優勢であることもある。エルプラントラムの他には、エルアセートターローランズやエルナムユレンシスなど30種以上の細菌で複雑に構成されている。一方、魚を漬け込んだぬか床では、有害菌として、ヒスタミン生産菌が増殖することもあり、生産菌由来の不揮発性アミンが含有されることがある。ぬか漬けは、保存食品であり、ナトリウムが多いが、 同時にカリウムも多く含まれる。このため食べ過ぎなければ問題がない。ただし、高血圧症や腎臓病などの疾病により、ナトリウムやカリウムの摂取量に制限がある場合には、医師の指導に従う。ぬか漬けの味を手軽に早く実現する方法として、ヨーグルト漬けがしばしばメディアで紹介された。これは、ぬかの代用として、ヨーグルトに野菜を漬けると、 ぬか漬けのような漬物が手軽にできるという漬け方一つである。ぬか漬けとは別の種類の乳酸菌による発酵のため、すっきりとした味わいとなる様子である。ぬか床の代用にパンに塩とビールを使った漬物床。会津地方で昔から作られている漬物床。358漬けの材料として、ぬかを使用するために発展した。じゃがいもに塩と砂糖を加えて、 寝かせたもの。ほのかに甘いのが特徴。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。